ワールドカップでのグループステージ敗退から不調が続くドイツ。そんなドイツが抱える大きな問題を6月に行われた3試合のデータから導いていきます。まずは6月の試合結果から見ていきましょう。ワールドカップ以降の成績は5試合で1勝1分け3敗。かつてのドイツの見る影もありません。そしてこの3試合には面白い共通点があります。まずはポゼッション率は圧倒的に上回っていること。ポーランド戦に関しては驚異の 76% を記録しています。次のデータはシュート数と枠内数です。3試合合計で52本のシュートを放ちますが、得点はわずか3点。しかもそのうちの1点は PK での得点。決定率は 5% と決定力不足は止まりません。最後は失点パターン。6失点のうち2点が自陣からのミス、2点は裏抜けからの失点、残りはセットプレーです。対戦した3チームはただ引くだけでなく、相手陣地では積極的にプレスをかけています。そして自陣まで入り込まれるとブロックを作り守りを固めます。ワールドカップ以降ドイツと対戦するチームはこの戦術を取ることが多いです。以下のデータよりドイツが崩壊したのは、ある程度持たせてもいいと割り切りブロックを作り、チャンスになったら素早く攻めるという戦術が確立しているからです。本来ならあれほどのシュートを打てば入りそうですが、現在のドイツには絶対的なストライカーがいないのもこの戦術を採用できる一因になっているでしょう。そしてこのドイツ対策を編み出したのは日本です。ワールドカップで世界中にドイツの弱点を露呈させ、対戦チームは真似をしてきました。ドイツ崩壊の最大の要因は日本であると言っても過言ないでしょう。このチャンネルではフットボールの最新情報を特集しています。チャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみください。